こたびの追悼の儀です。誠、見事であった。不適正だな。手作り感満載者が。さすがじゃ。今一度、金堂たちに大きな拍手をよろしく。さあ、これよりは我々熊本城おもてなし部招待の時間といたす。この度、ここ城西へ浸水空間に発生参じたのは熊本城初代城主加藤肥後守清正、不全国小倉城城主細川忠興と申しまする。肥後国宇都城城主小西行長でございます。薩摩島津家第11代当主島津義弘である。筑前福岡黒田家藩僧黒田官兵衛義孝と申します。拙者筑後国柳川城城主立花宗茂でございます。加藤家筆頭にて加藤家三傑の一人飯田国名名をかけてございます。同じ加藤家三傑正林隼人和忠にございます。熱き思いをこの胸に我ら熊本城をもてなし武将隊よろしゅうこんにちは。こんにちは。チート負けておったな。照明の者たちに今一度なるぞ。よろしゅうこんにちは。こんにちは。よかろう。この日も雨の中城西園内へ誠に大事であるよう来てくれた。まずはな、我々のことを改めて知っていただきたい。ヘイト承知いたしました。我々は熊本城おもてなし武将隊と申し、今から約400年前戦国の世を生きた物の集団にございまする。再び当選に呼び返り、この日の本を盛り上げていこうではないかということにて、我が主君加藤清正様を筆頭に計10名の人権にて、ここ桜の馬場城西園を拠点に演舞座談会などを取り行い、観光に来た皆様方をおもてなししております。またお呼びがかかれば日本全国全世界に馳せ参じ、この熊本の PR なるものも取り行っております。この度我々のことを気になったという方、熊本城おもてなし武将隊で検索をお願いいたします。さすれば武士に記録と書きブログ、こちらも毎日綴っておりますゆえによろしくお願いいたします。そして本日の午後のステージの時間、ご覧の夫人で馳せ参じとして皆様方よろしくお願いいたします。この度午前と違うのはな、西軍の皆々が賛成いたしたということ、そして演目を2つ披露いたす。まずは古城風章とくとご覧まで。いざ
以降転用披露いたす。引き続きお楽しみあれ。準備はできてるか？準備はできてるか？準備早く終わり。
かった、小西殿。まあ、我らは会わなかったが、皆々、この後、存分にな、清盛隊の方々を盛り上げてくださりゆえに、楽しんでいかれよ、よろしいか。はい。それでは、神戸清盛隊の方々、どうぞ。負けはしない。
とうございます。お客様がね、本当にたくさんいらっしゃいます。ね、嬉しい。ありがとうございます。ようこそ皆様方。ね、ね、いや、この後で気を向いて初めて見るという方いらっしゃいますが、気を向いて初めて。私は初めてですよ。あ、元気よく手を挙げてくださっていますので。そうですか。いや、ありがとうございます。これでまた何人か知名度が高まりましたね。知名度が高まるとか言うなよ。ね、はい、まあまあ初めて見る方もいるので、わしらなりに一体感というものを、はい、さっきいっぱいこんにちはと言ってたけども、一回で決めてもらおうか。はい、わしらと言っちゃいましょう。はい、ということで私が今から大きな声でこんにちはと言います。私よりも大きな声でこんにちはとお返ししてくださいませ。私の口は一つでございますが、皆様の口は合わせて1個くらいあるかな。ということで大きい声お願いします。皆様こんにちは。はい、こんにちは。いいね、一体感が生まれてきたね。この人すごい。あ、こんにちは、プロ。ありがとうございます。こんにちは、ね、ちはプロがいっぱいある。いや、一体感出ましたね。いや、本当に初めて見る方いらっしゃると思いますので言いますか。我が神戸京丸店と言いまして、普段神戸で活動しております。はい、あと3人いまして、7人でやっておりますが、はい、今日は、ちょっとね、熊本の地震に、はい、こちら神戸の代表として京丸店、京丸店ファンのみんなで集めた、寄付金を、持ってきて、お渡ししたという時代です。それは午前中にちょっと終わってしまったんですけども、熊本城の復興、そして熊本の皆様方に少しでも元気を与えられればと思って、こうして今回からやってまいりました。はい、また雨が降ってきたみたいなのでバチッと歌いましょう。はい、新曲の花唄という歌を聴いていただきたいと思います。はい、本当にね、皆様方の温かい気持ちが忘れ嬉しかったな。そんな気持ちを返せるように忘れながら気持ちを込めて歌いますので聴いていただければと思います。忘れてました。あ、忘れてた。あれやりましょう。そうか、やばい。今から歌わせていただきますので、今から歌わせていただきますので、途中ですね、皆様にコール&レスポンスをしていただくところございます。説明いたしますので、ぜひぜひ一緒に声を出していただきたいと思います。では行きましょう。まず私が声を聞かせてと言います。おーイエーと返してください。OK ですか？おーイエー。ぐーって笑われますけど、まあまあいいや。はい、続きまして、笑顔が一番と言ったら、スッキーと返してください。スッキーと。はい、続いて、欲しいものはって言ったら、はい。続きまして、寄り添いたいって言ったら、もっと、寄り添いたい、もっと、で、そばにいたい、ずっと、ずっと、最後に抱きしめたい、って言いましたので、ぎゅっと返してくださいね。マジで？いや、そんなことないですけど、ぎゅっと返してくださいね。よろしくお願いします。皆さん思いましたか？大丈夫ですか？な気がしてきた。ではでは、雨の中待たせても悪いので、新曲、花唄聴いてくださいませ。うらら咲くや華やかに光る風に誘われて、見上げる空白い雲、咲くやかぐわしき花。吸い込まれそうな程良い調子。
武将隊の皆様方に登場していただきたいと思います。どうぞ。
200歳以上先輩だから、どう受け取ってるか今今日ジジイみたいに言われてる。そんなことございますよ。いや、誠に素晴らしく前にござった、ね、さっきより増えたから入らなくなったね。もっと増えましょうか。皆さん、こっちです。ちょっと次の相手だ。すみません、見とってもうお客さんも一体になっとって、なんじゃこれはみたいな。本日どうもと、すごい、これはこれは熊本城ではないことでございます。何ですか、秘密兵器これはね、ちょっと聞いてみたいな。いやいや、あの名乗ってパーって帰ってくるのがわしらじゃないから、それが欲しいなっていう。ちょっといつやってみて。いや、これ背景の歌詞を知りたいね。けどちょっと黙ってください。これ明日が言ってるんだから。名前なんでしたっけ。わし加藤さん。平家の方の歌詞どのくらいあるのかちょっと。あ、この度清盛隊の援軍で参ったというものを挙手じゃ。やばいかも。何もしやって。いや、平家の家臣の方、あーと申せ。あー。うん。もう私の振りにまた一瞬振り向いたぐらい。それでは参ります。加藤家家臣ね。あ、それ加藤。どういうこと？拙者の家臣はあーと言えと。我が家臣はあーと言え。あー。嘘つくな。そんなにおるはずがない。いつもと違うではないか。じゃあ小西の家臣あーと言ってくれ。あー。だいぶ少ないじゃないか。拙者は天草から控えてきたんだぞ。あーはもういいですか。いや、何故あーをチョイスしたのかも全然知らないけども、まあ、ことには本当にこう初めてだ、この熊本の地で共闘できるということは。たびたび他県で一緒になることはあったんだ、もちろん名古屋だったりとか、そういったことで、ご一緒することはあったんだけども、ここで共闘することは初めてだということで、めったにない機会じゃ。これよりはな、写真撮影戦へ移りたいと思う次第じゃ。この度、我々とそして神戸清盛隊ともに写真撮影戦を行うゆえに皆の衆、音が写真機にて我らを迎え撃つのじゃ。準備をいたせ、参るぞ。さらにちょっと人権がまた変わりますが、3人いる。じゃあとりあえず、じゃあ、おはようございますよね。あはたまには可愛いって言うの。今日も可愛いよ。どこをどう見て可愛いと言われるのいう姿勢なんだろう。それでもうあとやっぱりなんかこうあれじゃな、綺麗にまとまったのに。